今回は電源の放棄科目の対策として電気事業法の条文を紹介したいと思います。今回は第2条の用語の定義のところの一部を紹介していきたいと思います。用語の定義については1から18まであって、1から 5,、えー、5までは前回までの動画で紹介させていただきました。ちなみに、えー、ざっくりどういった内容かと言いますと、スライドを今から戻りまして、えー、まあこういった、えー 小売事業とかあ、あ、すみません、こちらですね、小売事業とか、振り替供給、接続供給などをさせていただきました。はい、で、今回、6と7を紹介したいんですが、6については、たくそ供給という用語になります。たく供給というのは、前回、前々回でやった振り替供給と接続供給を総称したものになります。 で、あの、この振り替供給や接続供給が何かという方、えーまあ、動画をご覧になられておられない方については、今右上に、えーまあ、動画のリンクか、もしくはその動画、えー、が収納されている、えー、再生リストのリンクを表示しておりますので、よろしければご覧ください。はい。6, に6の宅装供給についてはこれだけの話ですので、以上でございます。えー、今回のメインは7の電力量調整供給と呼ばれるものです。 こちらについては、やや難しい内容になっておりますので、でも頑張って説明していきたいと思いますので、よろしければご覧いただければと思います。はい。で、この電力量調整供給というのは、一般送配電事業者、昔々からある電力会社のイメージですね。そちらが行う供給なんですが、 えーまあ、あの最初に申し上げますけれども、まあ、供給と名前がついてますが、まあ、電力会社が供給するというような風に見えるんですけれども、えーのまあ、逆にあの電力会社が供給を受けるとか、えー、もあ,のあります場合によっては。ですので、ちょっとその辺がややこしくて難しいんですけれども、えーまあ、紹介したいと思います、えー。ではですね、まず条文の方を読み上げていきたいと思います。 えー、電力量調整供給、えー、次の E または l ーにあげるものに該当する他のものから、えー、当該 E または l ーに定める電気を受電したものが、同時にその受電した場所において、えー、当該他のものに対して、当該他のものがあらかじめ申し出た量の電気を供給することを言います。で、えー この、えー、まあ、次のイ、e、ートローに挙げるものっ、えー、というふうに出てくるんですけれども、このイ、e、ートローというのが、えー、ここに書いてあって、E については発電用の電気工作物を維持し、及び運用するもの、えー、です。えー、で、えー、まあ、で、えー 先ほどの文章の中に、当該 E またはローに定める電気を受電したものの、この E またはローに定める電気っていうのが、こちらにも書いてあって、当該電発電用の電気工作物の発電にかかる電気となっています。では、まず E について説明していきたいと思います。<laughs> e についてですね、こちらのグラフを用いながら説明したいと思います。 で、家については、発電、まあ、発電所ですね。発電所を運営するものが相手になっていて、でまあ、発電所の発電の電気が対象になっております。で、こちらのグラフですね。この白の破線が、まあ、その発電所の計画発電量であるとしてください。まあ、太陽光発電所でも、風力発電所でも何でもいいんですけれども、まあ、日中にピークが立って、 まあ太陽が、まあ、ソーラー発電所であれば、太陽が、まあ、日光がよく得られるので、日中にピークが経って夕方になったらあの発電量は下がるといった計画をしていたとします。ですが、実際の発電量、黄色の部分ですね、実際の発電量としては、このお昼間はピークが得られると思っていたお昼間において、まあ、曇ってきたなどの要因によって、まあ、思ったほど発電量が得られなかった場合ですね、 を考えたいいと思いますでそういった場合、あの、まあ、実際の計画はあくまでもこの破線の方でして、で、えー、まあ、場合によってはこの計画を見越して、あの、まあ、電気を売る相手ですね、こちら発電量の話ですが、当然発電した電気を売りますので、まあ、その売る相手の需要の関係もあって、まあ、電気の特性上、発電と需要っていうのは同等でないといけないっていう原則がありますので、 こちらの不足分については、あの、なんとか補わないといけないという話になってきます。で、そこで登場するのが、この、今回出ている電力量調整供給でして、で、この E の場合においては、発電量調整供給を、まあ、電力会社から受けるというような形になります。その面積がこの青で示した部分になります。 こちらの発電量の不足分を電力会社から発電量調整供給分として供給を受けるというような格好になります。 ちなみに、どの地点において供給を電力会社から受けるのかというと、条文のこちらの部分ですね。受電した場所。つまり、発電所と電力会社の連携点ですね。発電所と電力会社の境目の地点において、発電量調整供給分を電力会社から受けるという話になります。こちらが E の部分になります。はい。 続きまして、ローの部分ですね。ローの部分は、こちら特定卸供給を行う事業を行うものが対象になっていて、で、どういった電気かというと特定卸供給にかかる電気ということになっています。で、E の方は発電だったんですが、ローの方は電力需要、需要の方になっています。ので、あの、まあ、反対のペアになっているとイメージしてください。 はい。で、こちらはですね、えー、まあ、消費電力、縦軸が先ほどは発電電力だった、電力量だったんですが、今回は消費電力量になっています。で、えー、まあ、消費電力量の計画がまあ、この白色の破線だったとして、まあ、お昼間にたくさん使うよといったような計画で、まあ、工場なり、まあ、オフィスなりが稼働しているとします。 でですね、この、まあ、お昼間の時間帯において、まあ、電力会社等の要請に基づいて、電力会社から要請が来まして、ちょっとあの、需要を落としてくれないかと、まあ、例えば電力会社か、まあ、普通の発電事業者の発電機が、まあ、トラブルで発電できなくなってしまったなどですね、急遽、まあ、そういった形で電気が不足しているよ、というようなパターンですね。 そういうことになってしまって、で、電力会社から、えー、まあ、電気を節電してくださいと。まあ、そういった時にあらかじめそういうお願いをしますという契約を電力会社と結んでいる場合に、そういった要請が来るんですけれども、えー、まあ、そういった形で、え電、まあ、需要を落とした形ですね。で、需要を落として、この黄色い点線の部分の、えまあ、需要になったと。まあ、黄色い、まあ、この面積の部分ですかね。 こういうような需要にした、えー、とします。最初は白い破線の需要で、まあ、運転する予定だったんですが、まあ、電力会社からお願いされたんで、えー、自分たちで工夫してこの黄色の方の需要に抑えましたと。で、このまあ抑えた分の青い面積部分ですね、ここをあの需要抑制量調整供給分、えー、まあネガワットと呼ばれたりするんですけれども、えー、まあこういった呼び方をします。 で、まあ、この青い部分については、今言ったように、まあ、節電分っていうことになるんですけれども、えーまあ、ただその、えーまあ、電力の取引においては、えー、とこれをまあ実質発電した分、えー、として、えー、取り扱っています。これがあの特定卸供給という名前がついています。えーまあ、もう少し噛み砕いて言いますと、えーまあ、本来は、あの、この白い破線の需要の計画でしたと。 で、えー、まあ、実際は、えー、まあ、説明したんですけれども、あの、まあ、それは置いといて、あの、実際これだけ使いましたと、白い破線分使いましたと。で、同時に、えっ、ー、と、まあ、発電機は構内に持っていないんですが、まあ、発電機、仮想的な発電機を持って、青い部分だけ発電しましたということにするんですね。で、その発電した分を電力会社、えっ、ー、と、まあ、他の小売事業者の方に売りましたというような、えー、格好にする、えー、ということですね。そういうのが、まあ、 そういうふうにして、この青い分を発電機で電気を生み出して供給した。その分を特定卸供給と言ったりします。まあ、ネガワットえとも呼ばれたりします。まあ、ここまでは電気系の試験では出ないんですけれども、まあ、参考にお,あのお伝えさせていただきました。で、まあ、この格好書けの中ですね、ちょっと小さくフォントしてるんですけれども、まあ、特定卸供給の,まああの説明が書いてあります。 え、交流供給を行う事業を営む者に対する、当該小売供給を行う事業のように供するための電気の供給であって、電気事業の効率的な運営を確保するため、特に必要なものとして、経済産業省令で定める要件に該当するものを言う。というふうになってて、ま、この、ま、電気事業の効率的な運営を確保するため、というところで、ま、さっき言った、発電機がちょっとダウンしてしまったとか、そういった時に、 ま、あの、発電機が仮にダウンした時っていうのは、あの、まあ、それに備えて待機している、えー、別の発電機が稼働し始めたりするんですけれども、まあ、そんなことをするよりかは、この、えっ、ー、と、需要を抑えることができるんであれば、そっちで需要を抑えてもらった方が、あの、まあ、全体として、えー、コストパフォーマンスはいいんですね。合理的なんですね。えー、っていうような形ですね。そういう意味で、まあ、効率的な運営、電気事業の効率的な運営を確保するための、えー まあ仕組みとしてこの特定卸供給、まあネガワットっていうやつですね。ネガワットっていうやつがあ,りあるんだなっていうふうに、えー、まあ押さえておいていただければと思います。で、ちょっとあの、細かいところまで説明しすぎたんですけれども、まあ電源の試験で点数を取るためにという視点で言いますと、ちょっと今、最後の方で言ったネガワットの話っていうのは全然分かってなくても大丈夫です。 ま、あくまで電力量調整供給っていう供給方式があるんだなというところで、一般の送配電事業者が行っている供給方式であると。で、発電所ですとか、もしくはまあ工場などの需要場所において行われているやり方であるということですね。供給する地点っていうのは、一、まあ、つポイントで事前している場所になります。で、もう一つですね、まあ、申し出た、 他のものがあらかじめ申し出た量の電気を供給するっていうところもポイントになってきます。で、この申し出た電気を供給するっていうところはちょっと読み解きづらいんですけれども。 はい。で、まあ、供給するだけじゃなくて、まあ、実際に、まあ、こっちのネガワットみたいに電気を、まあ、もらうっていう、えー、場合もあって、まあ、ちょっと、あの、読み取りづらいんですが、あの、まあ、もう最悪、この、えー、用語のまんま覚えておいていただければと思います。それと、あんまりちょっと、えー、難易度が高くなりすぎてるので、多分、電検採取とかでは、あんまり出ないんじゃないかなと思います。 電源最初の出方としては、あの、この、ここの部分ですね、電力量調整供給っていうところが空白部分になってて、で、この説明書きが与えられてて、で、まあ、この、え、該当する、え、電力、ここの空白部分の中身、中身を選ばせるみたいな出方になるんじゃないかなと思います。 はい。今回の動画はちょっとあの難しい動画になってしまって、まあ僕の説明も、えー、うまくできているかわからないんですけれども、えー、まあ今回はこれで終わらせていただこうと思います、えー。今回も視聴いただきましてありがとうございました。えー、よろしければチャンネル登録やいいねボタンを押していただきますと幸いです。ありがとうございました。